午後0時過ぎ、大分空港に到着したのは、モンゴルのチンギスハン国際空港を発った航空便です。今回、外交関係樹立50周年を記念して、チャーター便が県内で初めて運航。5時間のフライトを経て、101人が来日しました。もともと大分県はモンゴルとの最も歴史のある交流がある県だったんですよ。再びやっぱモンゴルとの縁をですね、こう復活させてほしいなと。モンゴルからのツアー客は九重町の旅館へ移動。畳の感触や緑茶など日本の文化を満喫した一行は、今日から6日間県内の観光地などを巡ります。火の香りが印象的で日本の伝統を感じる。温泉に入るときは水着か裸かを質問した。この後みんなで入ります。大分とモンゴルを結ぶチャーター便は今月11日も運航されます。主催した旅リズムは、今後チャーター便の定期的な運航を前向きに検討したいとしています。